はい、どうも、かけるです。聞くだけで日本人の上位1%になれるラジオへようこそ。この番組では10冊の本を読めば日本人の上位1%になれるということで、まあ、その10冊本を読めば日本人の上位1%の思考を手に入れられることができるということで、リスナーの皆さんの代わりにあの年間約300冊の本を読む現役美容師が 書籍から得た学びを共有して、知識の蓄積を応援するそんな目的の番組となっております。はい、おはようございます。今日は5月15日土曜日、今時刻は朝8時19分ということで、まあ、この後僕もサロンワーク、まあ、今日はね。また夜9時までがっつり、えー、とお客様綺麗にするために頑張っていくんですけれどもまあ、その前にまあ、今日はね。土日お休みの方が多いと思うんです。けれども、まあその隙間時間で学んでもらうために。 えとままたたビジネーションをご紹介をしていきたいと思いき、えー、とです、ね、今日は月5日営業で1億稼ぐ働き方、えー、と月5日営業で1億稼ぐ働き方ということで辻森さんって方が書いて3マーク出版から出されている一冊になっておりますで今日テーマは1億稼ぐトップ営業マンの頭の中ということでまあえとこの野球部の、えー、とこの辻森さんかは野球 の監督を大学野球の、ね、監督をしながら、まあ、保険業界で13年連続トップを維持する営業マンということでその辻森さんから学ぶ、まあ、効率的に稼ぐための思考法ですよねを、えー、とこのビジネスショーで学べることができますはいでまあ帯にもあったんですけどもやりたいことを突き詰めるだけで勝手にお客さんが集まってくる究極の営業法ということでこの1億稼ぐ トップ営業マンがどんな営業方法、そしてどんな思考法を持っているのかっていうのがすごく学べる一冊で,で、えーと、ちょっと本の内容をピックアップすると、まず1つ目、えー、と1億手にするにはやっぱ基礎体力を身につけましょうということがすごく大事で、この辻森さんも野球部の監督ということで、野球を例えてすごく分かりやすい説明をしているんですけども、やっぱり野球もいきなり、 野球をやったことのない人が、明日からいきなり打席に立てる、まあ、いきなりホームランを打てたりってしないですよね、それまでの過程であるその基礎体力の作り方、まあ、練習の段階で体力作りだったり、筋トレだったり、まあ、そのバットの振り方だったりっていうのがすごく必要だということで、まず1億手にするためには1億手にするための基礎体力を身につける、まあ、これはビジネスの世界でも一緒ですよね、自分が稼ぐための自分磨きをまずはしましょうということ。 でもう1つ言ってたのがやっぱプロ野球でもそうなんですけどもやっぱジャージを着て試合する選手っていないですよね。あのこれはサッカーもそうですけれどもで僕たち美容師も寝巻きで、えー、とお客様にサロンワークに立って価値を提供するなんてことはないじゃないですか。なので、まあ、ここでも言ってたんですけど最も基本となるのがやっぱり身だしなみだと。はい、で身だしなみ、やっぱりこの営業マンの方やっぱりなんだろう髪型が整ってて肌が綺麗でとか。 じゃあ一方ではなんか武将髭が生えてて髪がボサボサだったらどっちの営業マンの方が信頼できるかってこれ結構簡単な,な話じゃないですかでも多くの人ができてないということで僕たち美容師もやっぱり身だしなみっていうのが大事なのでまずはその見た目の部分を大切にするってことがまず第1のステップということでで逆に基礎体力が欠けてる人このワースト3っていうのもあったんですけどもそれが何かというと一番に遅刻する人 2つ目に怒る人。3つ目はスマホですよね。まあ営業してるときに、なんかその営業マンが営業してるにもかかわらずスマホ見てたりとか、まあこの3つは良くないと。遅刻、怒るスマホ。で、共通している点は、えっ、ー、と、お客さんを品物やサービスを買ってくれるための人と定義していること。これが売れない人の根本的な原因だと。これは美容業界でも同じことが言えるんじゃないかなと思ってて、例えばお客さんって、 何のためにいるのかって考えた時に自分の中でもこう品物とかサービスをただ買ってくれるための人って定義しちゃってるのでそこからなんかドライな関係になってしまってなかなかリピートされないとこっちの熱量がそういった定義になってしまってるからこそそれ以上なんかこう熱が入らないというかっていうところが一番の大きな課題だと言ってますであとはなのでこの本でこの1億円稼ぐ えっとこのトップ営業マンの辻森さんが一番言いたいのはそのお客様の概念を根底からひっくり返すことがすごく大事だとこれあの難しいことは何もなくて例えばお客さんの概念が変わると接し方もやっぱ変化していくんですよね。要はイコールお客さんって ただ商品やサービスを買ってくれるための人って自分の中で定義しないで逆にお客さんイコール自分が会いたい人自分に会いたいと思ってくれてる人なんだなっていうのを前提を根底からひっくり返すってことが大事だから自分が会いたい人まあ要はお客さんもだから恋人のようにとか家族のようにだと思って接するってことがすごく大事そうするとなんか本当にいいものを進めたくなったりしますよねうん ななのでそののでそいいものを進めたくなる、まあ、美容室でもやっぱりお客様のタンカップのために何かトリートメントとか、えーとこうね、おすすめしたりするんですけどもその時に自分の売り上げのための利益のために押し付けがましくなってしまうのかそれとも。 自分の恋人とか家族のことを思って本当にいい商品をおすすめするのかっていうことでそこってすごく変わってくると思うんですよ。それがお客様にも伝わるしなのでそこでよい信頼関係がつながるということでこのお客様の概念自分が思ってるお客様の概念を根底からひっくり返すってところが今日一番僕が伝えたいところ。だから本当にお客様のことを 苦手だなとかなんかやっぱねコミュニケーション苦手な人だとあこの人ちょっと気難しそうだなって考えてしまうんですけどもじゃなくてやっぱりお客さんイコール自分が会いたい人自分にこの人は会いたいと思ってくれてる人なんだってところを強く意識してそのんだろう概念をちょっと変えてみるってことがすごく大事ですよねうんであとはもう一つ言ってたのがやっぱりこの,この本のタイトルでもある通り月5日営業で1億稼ぐって とんででもないですよねじゃあ何でそれが可能になってるかというとやっぱりそのお客さんと関わる時間と商品の単価っていうのはすごく性比例していくと要は1時間に10人のお客さんよりも3時間で3人のお客様に会って1人のお客さんと関わる時間を濃密に増やすことによってクオリティを上げていくと結果単価アップで働く時間を減らしても 売上が下がることはないんですよこれがこの営業マンが自分で実践しているこのトップ営業マンたる思考というか、うんまあ、確かに美容室でも1日10人5,000円でこなすよりも1日3人でもいいので1人3万円とか4万円ぐらいですよね。 3万まあ23万とか高いかな23万ぐらいの、えー、と濃いお客様だけいればそう結果的に見た時に10人のお客さん5000円で5万円ですよねで3時間でもし2万円だとして4人でもやれれば8万円ですよねだからそういった感じで1人のお客さんと関わる時間を増やしてクオリティを上げていくってことがすごく大事これって多分美容室の経営者 の方にもたくさん、ね、お客様を呼ぶのはすごくいいんですけれども、えー、とそこに対してスタッフがどれだけ情熱を持ってできるかというところはやっぱそのお客対接するのは人間はやっぱそこで働く、えー、と先頭部隊に立つスタイリストさんであるので、まあ、その方たちがお客様に対してどういう、えー、と概念を持っているか、まあ、そこをひっくり返したい。 上げるというか気づかせてあげることもすごく大事ですし1人のお客さんと濃い時間を作るためにまあ、やっぱりこうねなんだろう1日10人こなせよりも3時間でこう濃密な時間で集中できる、まあ、5時間ぐらいで3人やる方がやっぱりスタイリストのクオリティもクオリティの高い仕事で価値を提供できるとか僕は考えてるんで、うん、まあこういうとこはすごく大事だなとこれはやっぱりね 営業保険の営業に限らず、まあ、美容室もそうですけどもやっぱりそこら辺お客様の自分が持ってるお客様の概念をどう変えるか自分が会いたい人自分に会いたいと思ってくれている人要は親友とか、ね、家族とか恋人のようにお客様を、えー、と考えるでそうなってくるとやっぱ接客の仕方も何か商品のおすすめ する時の言、えー、言い方言い方回しだったりべて変わってくると思うので、まあ、今ね働いている方たくさんいると思うんですけどもやっぱりこのお客様を自分の中でどんな、えー、と概念 であるのか。じゃあその概念はやっぱりただ買ってくれる人ってなってたらしっかりとそこを変えていくってことがすごく大事になりますので、まあ、この本はそんな感じで、えー、と学べる内容になっておりますので、まあ、興味あればぜひ見てみてください。はいというわけで今回は、えっと、月5日営業で1億稼ぐ働き方という一冊をご紹介させていただきました。まあ、今回の内容もテキストで学べるようにノートの方で、えー、と掲載していきますのでぜひそちらも合わせて えー、見ていいいただければと思いますはい、皆さん、じゃあ今日は土日ということで、まあ、家でゆっくりお休みいただいて、頑張って、はい、僕も頑張りますのでよろしくお願いします。はいというわけで今回は以上になります。でででしたではでは